欧州フォードの象徴的存在 EV へバトンタッチ。フォードは2023年、欧州向けのラインナップから、コンパクトハッチバックのフィエスタを廃止することを明らかにした。ドイツケルンにある工場でのフィエスタの生産は、6月末までに終了し、発生代、47年間にわたる歴史に幕を下ろすことになる。また、 MPV の SMAX と Galaxy の生産も4月で終了することが決定した。両モデルは現在スペインバレンシアの工場で生産されている。10月26日に発表されたフォードの声明にはこう示されている。欧州フォードでは2030年までに乗用車を完全電動化し、 2035年までにすべての車種を電動化することで EV への移行を加速させます。これに向けて2023年4月にはスペイン・バレンシアで S マックスとギャラクシーの生産を終了し2023年6月末までにドイツケルンでのフィエスタの生産を終了する予定です。当社は2024年までに 3台のエキサイティングな乗用 EV と4台の新しい商用 EV を欧州に導入します。2026年には同地域で60万台以上の EV を販売する計画であり、ケルンエレクトリフィケーションセンターでの乗用 EV の生産台数は6年間で120万台に達します。ハッチバックはクロスオーバー SUV 人気に押され、 欧州フォードでは、プーマが一番の売れ筋となっている。英国では今年、フォードプーマは販売台数で3位についている。ライバルとの競争も激しく、フィエスタは、オペル、ボグゾール・コルサや、プジョー208の後陣を排している状況だ。最近フェイスリフトを行ったにもかかわらず、 現在までのところ今年の販売台数トップ10にランクインしていない。調査会社ジェイトーダイナミクスのデータによると8月末までのフィエスタの販売台数、欧州全域は2021年と比較して45%減の38,911台。一方、プーマの販売台数は 2021年比14%減の9893台である。8月だけで、プーマは9891台が販売され12位につけた。フィエスタは2735台にとどまり、トップ50にも入ることができなかった。今年初めには、フォードはハッチバックよりも、レゴ、レゴそのライセンス契約から、 多くの利益を得ているという推測も出た。フィエスタの兄貴分として C セグメントのフォーカスがあるが、こちらも2025年に生産を終了することが6月に発表された。後継者の計画は確認されていない。これに代わり、プーマの EV 仕様とマスタングマッハ E の、間に位置する電動クロスオーバーが登場すると予想されている。 まだ詳細は未発表だが2023年に発売される見込みでフォルクスワーゲン ID4 をベースにドイツケルンにあるフォード最新鋭の EV 工場で生産される可能性があるその翌年にはフォルクスワーゲン ID5 をベースにしたクーペース UV も登場する見通しである